ご視聴ありがとうございます。今回は熱いミドルクラスミニバンの王者を決めていきたいと思います。具体的にはトヨタ、ノアボク、日産、セレナ、ホンダ、ステップワゴンの3社が戦いを繰り広げている。セールス的にはノアボク、次にセレナ販売に苦戦しているステップワゴンの順だ。またセレナ以外の車はすでにフルモデルチェンジを行った。ノアボクが2022年1月に、ステップワゴンが2022年5月にフルモデルチェンジを実施した。これによりミニバン業界はさらに白熱している。最近フルモデルチェンジした2車種を気にしている人は多いのではないだろうか。売れているから良い車というわけでもない。ということで今回は最近フルモデルチェンジしたノアボクとステップワゴンを徹底的に紹介していこうと思う。それでは早速見ていこう。まずはノアボクからだ。現行のノアボクは2022年1月にフルモデルチェンジを実施し、現行の4代目とバトンを渡した。この2台は仙台で販売店が異なっていたものの兄弟車だ。仙台では上位互換のエスクワイアもあったものの、4代目では廃止された。ちなみに今のトヨタでは全店舗で同じ車種を購入することができる。それでもこの2台に関しては車のキャラクター自体がかなり異なっているから分けている。どちらかといえば、ノアは年齢の高いファミリー層向け、ボクシーは若年層向けといった感じのエクステリアだ。ノアにもノーマルとスポーティーグレードはあるものの、ボクシーはスポーティーグレードのみとラインナップにも現れている。それでノアボクの詳しい話に移るが、最新の TNGA プラットフォーム採用で何から何まで変化した。最も大きな変更点は、コナンバーモデルをなくしたことだ。それにより、全長4695mm、全幅1730mm、全高1895mm に変更された。また、今までは歴代のプラットフォームを使用していたもの、TNGA が採用されたことで、走り面で仙台よりだいぶ改良され、初心者や運転が苦手な方でも運転がしやすい車となっている。次に内装を見ていこう。内装は所々にレザーが採用されていて、高級感が演出されている。ハンドルも本革巻きで、ステッチも入っている。メーターは正面にフルのディスプレイがあり、左右にはアナログメーターという、カローラなどと同じものが採用されている。シートはキルティング加工されたファブリックと合皮が採用されていて、高級感が出ている。3列目はベンチシートとなっていて、女性や子供でも持ち上げ可能になっている。また2列目と3列目はロングシートスレード可能だ。またハイグレードの2列目のシートにはボットマンやシートヒーター、 USB-C ポートなどアルファードタイプゴールド顔負けの内装となっている。そして子育てや買い物時に役立つオートスライドドアは、上級グレードは標準装備、普通グレードはオプション設定だが3万円で取り付け可能だ。またリセールも向上するので、つけておいて損はないだろう。また子育てに役立つオプションとしては、大画面ナビと後席のフリップダウンモニターだろう。オプション価格は40万円を超えてしまうが、リセールや快適性を考えるのならつけても良いとは思う。スペックはガソリンモデルが2リッター自然吸気エンジン、ハイブリッドが 1.8 リッターで変化はないものの、改良を受けたことで走行性能は明らかに向上している。また、ハイブリッドのバッテリーがリチウムイオン式になり、パワーは向上しているものの、体感できるほどのレベルではない。あえて走行性能を上げずに、静粛性と燃費性能を重視しているのだろう。ミニバンの走行性能にこだわりのない方は、ノアボクでいいのかもしれない。続いてステップワゴンだが、2022年5月にフルモデルチェンジを実施した。ステップワゴンは販売数ではノアボク、セレナに負けているものの、6代目からは本格的なテコ入れを実施した。一眼見てもわかる迫力と大きさがデザインされている。また、ボディサイドは全長 4830mm、全幅 1750mm、全高 1840mm、ホイールベース 2890mm となっている。ステップワゴンのプラットフォームは仙台のものを受け継いでいる。デザイン全体で言えることは、初代ステップワゴンに原点回帰しているところだろう。具体的にはサイドのデザインであったり、テールランプが初代に似たデザインとなっている。また、仙台ではあったワクワクゲートはデザインを損ねるということから廃止されている。また、
今回のモデルもお求めやすいエアーと上位互換のスパーダの2種類が存在している。内装に関してもノアボクよりも一歩二歩くらい進んでいる印象を受ける。ドアノブのメッキであったり、ダッシュボードやドアの内側であったりとレザーをふんだんに使っている。またハンドルも革でできていて、メーターはフルの液晶だ。運転席、助手席付近を見てもノアボクよりも先進的で高級感を感じる内装となっている。シートはレザーとハブリックのコンビとなっていて高級感を感じれます。後席もノアボクにも負けない居住性能とオットマンなどの快適装備がある。また3列目はノアボクよりも座り心地が良い。なぜならステップワゴンの3列目シートは床下収納式になっているからだ。そのわけトランクの収納スペースが狭くなっている。個人的にはノアボクのような跳ね上げシートの方が好みだが、3列目の使用頻度が多い方には嬉しいと思う。次にスペックだが、ガソリン仕様は 1.5 リッターターボエンジンで最大出力150馬力、最大トルク 20.7km、ハイブリッドが2リッター自然吸気エンジンで1465馬力を発生させている。このハイブリッドシステムはホンダ独自のもので、市街地などではモーターのみで走行するシリーズハイブリッドだ。そして高速道路ではエンジンと直結してガソリンの力で走る。メリットとせしては日産の e パワー改良版的な感じでトータルの燃費向上をしている。結論としてはどちらも子育てなどファミリーカーとしては良いものの、何を重視するのかによって結論は変わると思う。具体的には使い勝手、幼い子供がいていかついフロントが好みならボクシー、おとなしいデザインが好みならモア、おとなしいデザインが好みで走りや3列目の使い勝手、高級感を重視する方はステップワゴンのスパウダをおすすめします。単純に価格が安いモデルを選ぶのならノアがいいと思います。皆さんいかがでしたか？今回はフルモデルチェンジして間もないノアボクとステップワゴンを比較しました。2022年はミニバンの年ともいえ、今回もボクシーの一人勝ちとも言われています。しかし原点回帰したステップワゴンもかなり評判はいいです。オラオラ系 VS シンプルデザインの戦いとも見れます。両車も一定台数以上は売れる車だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ニューステップワゴン、好きはそれぞれでも一緒、一人一人に自由、一人一人に余裕、余裕、自由、For you。 ニューステップワゴン EHEV、 スパーダとエアーで誕生。止まっていた時間を取り戻すために、もっともっと家族しよう、モアモアノア、ニューノア。